ガンバー大阪移籍情報まとめとスタメン予想この動画ではガンバー大阪の移籍情報のまとめと2023年シーズンのスタメンを予想していきたいと思いますぜひ最後までご視聴よろしくお願いします J リーグについて動画を上げていますのでチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますガンバー大阪の2023年シーズンの新加入選手は新たに11人の選手が加わることになります まずはゴールキーパーから見ていきます昨シーズン湘南ベルマーレに期限付き移籍をしていた谷光成選手が3年ぶりに復帰になります長年ガンバ大阪の正ゴールキーパーを守っている東口正明選手から守護神の座を奪うことができるのか楽しみにしています続いてディフェンスの選手を見ていきますディフェンスの選手は新たに3人の選手が加わることになります昨シーズン途中に ペガルタ仙台に期限付き移籍をしていた佐藤陽太選手が復帰します続いてリファーレン長崎から江川雄星選手が完全移籍で加入します江川選手は左利きのセンターバックで175センチと決して大きくはありませんが当たり負けしないフィジカルと左足から見せる攻撃の起点となる縦パスが武器の選手です気になる選手はモンテリオ山形から完全移籍で加入する 半田陸選手です半田選手は2002年1月1日生まれの現在21歳身長1 7 6センチ体重6 3キロの選手です半田選手は2020年にモンテリオ山形に加入2021年シーズンは右サイドバックでレギュラーをつかみリーグ戦37試合に出場して3得点5アシストという結果を残しました昨シーズンも右サイドバックのレギュラーとして活躍しています 半田選手は右サイドバックが主戦場としながらセンターバックもできる万能性を持つ現代型のサイドバックでオーバーラップとインナーラップを使い分ける攻撃センスに加え守備ではスピードを生かしたボールダッシュ能力が高い選手です続いて中盤の選手を見ていきます中盤の選手は新たに4人の選手が加わることになります昨シーズン期限付きで加入をしていたダワン選手が完全移籍で加入します 続いて、静岡学園高校から高橋良太選手が加入します。今シーズンは、奈良クラブに期限付き移籍をします。続いて、ロワッソ熊本から、杉山直弘選手が完全移籍で加入します。杉山選手は、1998年9月7日生まれの現在24歳。身長176センチ、体重69キロの選手です。杉山選手は、2021年にロワッソ熊本に加入。 開幕戦からレギュラーとしてロワッソ熊本の J3 優勝に貢献しました昨シーズンはリーグ戦42試合に出場9得点4アシストという結果を残しています杉山選手はカットインからのシュートやインスイングのクロスを得意としている左利きのプレイヤーです気になる選手は真っ赤びハイファから完全移籍で加入するネタラビ選手ですネタラビ選手は 1996年8月25日生まれの現在26歳身長1 7 7ンチ、体重7 6キロの選手ですネタラビ選手は2015年にマッカビハイファに加入2018年2019年シーズンにはキャプテンとしてチームを牽引しましたイスラエル代表としても2016年からプレーをしていますネタラビ選手はボランチが主戦場で1対1の守備と展開力に長ける選手です 続いてフォワードの選手を見ていきますフォワードの選手は新たに3人の選手が加わることになります昨シーズン公式戦に7試合に出場した南の晴美選手がガンバを逆ユースから加入します南野選手は運動量や裏への抜け出しが武器の左利きのアタッカーです続いて昨シーズンス末ン金沢に育成型機嫌付き移籍をしていた塚本大選手が復帰します 気になる選手はオーデンセ・ボルドクルブから完全移籍で加入するイッサム・ジャバリ選手ですイッサム・ジャバリ選手は1991年12月25日生まれの現在31歳身長186センチ、体重84キロの選手ですイッサム・ジャバリ選手は2009年にチュニジアのエトワール・サヘルでプロデニューその後、複数のクラブを渡り 2019から2020年シーズンからオーデン・セボルドクルブに所属していましたチュニジア代表としては昨年行われたキリンチャレンジカップ2022では日本戦でゴールを決めましたカタールワールドカップでもグループステージ全3試合に出場していますイッサムジャバリ選手はセンターフォワードが主戦場ですがウイングでもプレーできる器用さもあり両足を同じように使えてフィニッシュに絡める選手です続いて 2023年シーズンのスタメンを予想していきますフォーメーションは今シーズンから指揮を執るダニエル・ポヤトス監督が徳島ボルティス時代に用いた4・1・2・3と予想しますゴールキーパー東口正明選手右サイドバックハンダリク選手センターバック三浦元太選手クオン・ギョンウォン選手左サイドバック黒川圭佑選手 アンカー、ネタラビ選手、インサイドハーフ、ファンアラーの選手、宇佐美隆選手、右ウイング、杉山尚宏選手、左ウイング、飯野亮太郎選手、センターフォワード、イッサム・ジャバリ選手と予想させていただきます。2023年シーズンのスタメンはこのように予想させていただきます。多くの選手を補強して、かなりのいい選手が補強できたイメージです。 新監督の元ガンバ大阪がどこまでやれるのか2023年シーズンも楽しみにしています。皆様が思うスタメンをぜひコメント欄で教えてください。以上、リッパーのサッカーチャンネルでした。